一子です。今日は2023年5月14日日曜日です。母の日です。母の日は毎年5月の第2日曜日と定められています。年によって日付が変化しますが、必ず日曜日なのでお祝いしやすいですね。高松の午前6時過ぎの温度は15度で、予報は霧雨です。現在午前10時少し前の温度は20度、予報は曇り時々晴れです。動画は前回の続きからで、北町の冷田川沿いを走っています。これから松島町へと走りました。読み上げは北の続きからで、これで終了いたします。また最近というか、ほぼ毎日と言って良いほどブレイキングダウンのニュース記事が多いです。格闘技と言って良いのでしょうか。よってブレイキングダウンをいつものようにウィキペディアの記事から読み上げます。次の機会に朝倉未来兄弟も読み上げ予定です。誤読があるかもしれませんが、お許しください。どうぞ。北出典フリー百科事典ウィキペディアより、人口隣接する地域は割愛し、このようになっています。高松市北市長所管内、北町。歴史、北地区の名前の由来は、この地区が高松市に編入される前、北村であったことによる。その北村の名前は、村の神社にかつて大木があり、木台から転じたという説がある。また北村が属していた北郡は同音の発音だが、こちらは三木郡と山田郡が合併してできた合成地名であるため、成立過程において北の地名との直接の関係はない。年表、高松市編入以前は北村を参照、以下一部割愛し、このようになっています。経済、高松市の平均と比較して第一次産業従事者マイナス 2.7% の割合が低く、第三次産業従事者プラス 2.8% の割合が高いが、第二次産業従事者マイナス 0.1% の割合は平均的である。第一次産業就業者数124人、構成比 0.8%、 2005年国勢調査。地区内には宅地の間を縫うように農地が存在し、主に稲作を中心とした農業が行われている。米、第二次産業就業者数2865人、構成比 19.3%、 2005年国勢調査。地区の北部にあたる県道155号群中人線、旧国道11号以北が巡航業地域となっており、食品や印刷など市場志向型軽工業系の工場などが位置している。第三次産業就業者数11863人、構成比 79.9%、 2005年国勢調査。以下一部割愛し、このようになっています。教育、地区内には北南、北北部の3つの小学校と北中学校がある。また中央小学校は地区外に存在するが、校区が北地区にかかっている。地区内の南西部には北中学校が存在し、それ以外の地域は本町地区にある玉子中学校の校区である。小学校中学校太字の校名は地区内に位置する学校、高松市立北小学校、高松市立中央小学校、高松市立北南小学校、高松市立北北部小学校、高松市立玉子中学校、高松市立北中学校。以下一部割愛し、このようになっています。行政、この地区は1940年以降高松市の一部であるため、地区単独での自治権は持たない。この地区の行政サービスの中心としては、高松市北市長所があり、各種住民サービスに対応している。またそこは公民館も兼ねていて、北コミュニティセンターとして地域交流障害学習の中心となっている。その他、
地区内には小学校区ごとに北南コミュニティセンター、北北部コミュニティセンターも存在する。地区内に消防署などはなく、隣の古高松地区にある高松市東消防署の管内となる。主な行政施設、高松市北市長所、高松北警察署北町交番、高松市環境業務センター、国道以下一部割愛し、このようになっています。鉄道。中心駅は地区最多の乗降客数があることでん林道駅であるが、この地区は南北に広いため各場所によって最寄り駅が異なる。北部では JR 北町駅、中部では琴電林道駅のほかは北東口駅が利用可能である。また、南部には鉄道駅が存在しないが、西寄りの場所では、北東口駅や隣の川添地区本山町にある琴電本山駅が利用可能である、琴電。長尾線、林道駅、北東口駅。JR、高徳線、北町駅。名所旧跡観光レジャー。大池遺跡。地区内に主だった観光施設や名所などはない。以上で読み上げを終了いたします。最終更新2022年12月2日金曜日。ブレイキングダウン。出典フリー百科事典ウィキペディアより。ブレイキングダウンは日本のアマチュア格闘技団体及び総合格闘技 A ミックストマーシャルアーツ大会。代表取締役社長は朝倉未来、スペシャルアドバイザーは朝倉海が務める。大会のコンセプトは1分間最強を決める。喧嘩自慢、ボクシング、ラガーマン、 AV 女優、 YouTuber、 TikToker、 ダンサー、アームレスラー、スポーツトレーナー、空手、空道、柔道、日本拳法、相撲、プロレスなど様々なバックボーンを持った人たちが集まり、1分1ラウンドで喧嘩をする。格闘技、格闘家のありきたりなイメージを壊す意味を込めて、ブレイキングダウンと名付けられた。成り上がりを狙うアマチュア選手のほか、YouTuber や TikToker の応募が増えている。また第6回大会では格闘技大会、ザ・アウトサイダー、歴代出場者との対抗戦と銘打って開催された。朝倉未来立ち会いの元次回大会への出場希望者を審査するオーディションを行い、参加者による PR 合戦が繰り広げられる。また格闘技場も併設しており、実力を見るためその場で試合が行い、勝者が大会出場権を獲得したり、対戦希望者を自己申告し双方が合意した場合も出場カードが即決定する。この模様は朝倉の公式 YouTube チャンネル動画でアップされている。ルール。通常の試合においては1ラウンド制、終了時点での判定で勝敗が決しない場合は30秒間の延長ラウンドを実施。延長ラウンド開始前にインターバル、休憩時間は設けない。トーナメント形式で実施する試合及び特別試合での試合形式は各特別規定に準じる。主催側が用意したオープンフィンガーグローブは着用必須。12階級に分けられる。スーパーヘビー級 120.0kg 超、ヘビー級 120.0kg 以下、ライトヘビー級 93.0kg 以下、ミドル級 84.0kg 以下、ウェルター級77。0kg 以下、ライト級 71.0kg 以下、フェザー級 66.0kg 以下、バンタム級 61.0kg 以下、フライ級 56.5kg 以下、ストロー級 52.0kg 以下、スーパーアトム級 49.0kg 以下、アトム級 47.5kg 以下。大会一覧は割愛し、このようになっています。出場者詳細は、ブレイキングダウン出場者一覧を参照。以上で、読み上げを終了いたします。最終更新2023年5月6日。
土。はい、これで終了いたします。ありがとうございました。皆様に幸多からんことをお祈りしております。